吉田さん、長生きしてねとお年寄りには声をかけます。それは素直な気持ちだと思うんですよね。小学生とかがね、おじいちゃんおばあちゃん長生きしてねって、この前敬老の日もありましたけども、そういうふうなことを書いた手紙を町内の子供たちがね、70歳以上の方にクッキーとともに送っていたというすごく美談があります。まあ、それ自体は全然いいことだと思います。でもね、今実際自分がこの年になって考えるんですけど、長生きしてねをちょっと深掘りするとね、じゃあ50歳で死んだ人と80歳まで生きた人とどっちが幸せって聞かれて、長生きした人が幸せなのかな、違うよね、わかんないよねそれはと思うんですよ。仮にですね、望んだように生きた50歳、望まなかった80歳、どっちがいいんでしょうかね。私ね、親父がねこんなこと言うんですよ。まあ毎晩晩酌してるんですけどね、お酒ばっかり飲んで体に悪いよと、そろそろガタが来るんじゃないのと言われて、親父が答えたんですよ。好きなことを我慢して長生きしても何にも面白くねえよと。まあ本当それでそれなんですよ。私たちは長生きするのが目的でもないですし、健康になるのが目的でもないんですよ。それはあくまで手段であって、人生の中でやることがなければね、あとは何のために生きてるのかわからない人生なんですよね。もちろん何もしないという豊かさもあるでしょうけどね。ただ長生きすることだけを目標にしてきたところ、苦痛が伴うんだったら、それは本当にいいことなのかなとかね。で、両親に約束してあることがあるんですよ。これは私から申し出たわけじゃないんですけども、自分の一生児ができずに植物人間になった時は延命をしないでくれと、うちの両親はね二人とも言ってるんですよ。その気持ちはわかるなと思ったんで、そうだねっていうふうにお話しました。まあその時になってね、私の立場でもう回復の見込みはないけども命だけはありますみたいなところを見たらね、生きていてくれさえすればいいみたいな気持ちになるかもしれませんけども、でもそこはね心を鬼にして、あの天に出てくる赤城のね最終回の気持ちですけども、その人がその人でないのに意にそぐわない生き方を続けさせられるぐらいだったら、その人であるうちに幕を閉じた方がいいんではないかなということに、私はねちょっとね気持ちが揺れてますね。私自身もそうですけども、この私のね人格と性格が失われて別物になってしまうぐらいだったら、その前に久保哲郎ということでね幕を閉じたいと思うんですよ。それはね吉田さんと同じように、私がね隠居して山道を毎日毎日2時間とかかけて歩いていたんですよ、土の上を。吉田さん、皇居の周りって人工的に作られた自然であり、そこに集まる人がどういう風に感じるか、どういう風に見せたいかっていうのを、まあ建築とか大工さんとかが作ったと思うんですよ、土木工事の方が。でも今吉谷さんが鹿児島で踏みしめている大地や見ている山々、それから流れる川や太陽、せせらぎっていうのは、多分人間に向けて作られたものではなくて、地球が全生命に対して向けたものじゃないかなと思うんですよ。その全生命に向けたものの、その生命の一部としてね、吉田さんが全身全霊で受け取った時に、多分脳が解放されて別の領域に行くんじゃないかなと思うんですよね。でも東京、私も広島にいた時に、人工的な光、 LED ライトとかに照らされてね、人工的に作られたパソコンからの画面、その活字を見るときに、私たちは何をどう感じてきたのかなと思っちゃいますね。そんなものが必要だったのかなと。今自然に戯れてね、自分の心のままに生きているときに、この心を受け取ってくれるのって結局私たちを生み出したこの自然だけなのかなと思うんですよね。人間には欲望がありますし、それから違う方向に向かう目的があります。だから人と人が分かり合うことって非常に難しいのかな。なぜなら人間は自分の全てを表現することができないからですよね。
私と優先さんはこの動画のやり取りを通じていろんな面を見せ合ってきました。多分ね、人類これほどまでに見せ合った人間はないんじゃないかな。これほどまでに毎日のように無数の対話を繰り返している、そんな関係を持っている人たちはいないんじゃないかなと思いますよね。それはまさに自然が私たちに語りかけて、私たちが自然に語りかけてくれるのと非常に近いんじゃないかなと思いますよね。どうですか今回、結構哲学チックですよね。山本くん、じゃあ遊ぼうか。じゃあ行ってきます。